こんにちは、ヨムギャオ仲間です。今日はですね、大工の基礎を学ぶシリーズから、実技の縮実技手の方をやりたいと思います。で、今日作るのはこの T で接続するものですね。これなんですけど、この、腰掛け有掛けというやつです。で、これすごいよく使うので、ぜひ覚えていただければと思います。で、特にこの斜めの部分は有って言うんですけども、この仕組みはすごい対応しますね。はい、前半で墨付けをして、後半で加工をするということをやっていきます。で、使う道具はこの大工で基礎を学ぶシリーズやるときに、こういう道具使いますって言ったものの中の範囲でやります。まず丸のこと丸のこ定規です。で、最低でも 52.5 切れるものなので、深さですね、深さ 52.5 切れるので、深切りタイプの165とかそれぐらいの丸のこを用意してください。あと、手のこで、縦引きの手のこで、のみが、42mm と、24mm ののみです。で、これ、まあ、最低でも 24mm あれば、まあ、どうにかなると思います。あと、弦のですね、弦のと差し金、あとインパクトと切り、切りは、これ僕27使ってるんですけど、27、28、29、30ぐらいの間のものを使っていただければと思います。はい、あとちっちゃい定規、これあると、加工した時の確認とかで使えます。あとですね、前の動画で墨壺の動画で、墨差し、実際に墨を使って墨付けをするかっていうか、どうしようかなっていう話してたんですけども、今めちゃめちゃ寒いんですよ、北海道で。墨カッチカチに凍るんですよね。なので、ボールペンでやることにしました。で、これすごいいいですね。ユニのジェットストリームエッジという商品なんですけど、めちゃくちゃ細くて、先端が 0.28 なんですよ。だから、すごい細くていいなと思っています。今回はこれでやります。はい。必要なものはそれ以上になります。ということで、実際にやっていきたいと思います。では、右の方の墨付けをしていきます。まず芯ですね、芯を描きます。はい、で、この芯から 52.5 ずつなので、この芯に差し金の 52.5 を合わせます。で、そこから0と105をつけて、この幅の墨を描きます。はい、で、次にこの芯ですね、こっち側の芯をつけます。こちらもこの芯で 52.5。 はい、で、これを結びます。で、この芯から 15mm 内側にいったところにもう一本線を引きます。はい、で、ここの芯から 15mm、 これ芯ですね、芯で、こっちの横の芯から 15mm いったところに25、差し金の25を合わせて0と50をつけます。そして今度この幅ですね、こっち側から、面から 15mm 入ったところの墨を描きます。で、ここのセンター、この芯と、この15mm 入ったところの交わる点、そこに、差し金のこっちの内側を当てて、この外側をさっきのこの点、25mm いったところを、こういう感じで描きます。こっち側は内側、こっち側は外側という感じですね。こう斜めに引きます。で、これも15mm とこっち側とここで合わせて引いてあげます。あと一つポイントとしては、この墨をここからここまで伸ばしてあります。で、これは加工の時にこの線こっちまである方が丸のこ入れやすかったりするんですよね。なので、この角まで伸ばしてあります。はい、で、あとここ斜めにこうやって引いたので、これ実際に図面上は 15mm、15mm の 30mm っていう風になるんですけど、
実際は31ミリぐらいあるんですよね。32ミリぐらいかな。こう斜めに差し金当てるので少し15ミリより伸びます。でただこれはそのオスもメスも同じやり方をすれば、同じ形になるので、問題がありません。というか、まあ、そういうふうにやるものです。はい。で、まあ、90度回して、今度これですね。この幅の隅を、半分よりちょっと下まで下げます。あと芯も下げますね。芯は下まで下げます。であと、上から50、上から50でこれを結びます。はい、これでメギの墨付けは完成になります。では次にオギの墨付けをします。オギはオギも同じく、まずここに芯を引きます。これが芯ですよと。あとこっち側もこの材料の芯ですねを 52.5 で引きます、そしてこのこれが芯でこれも芯ですね。で芯からこっち側に 52.5 いったところ、この今の 52.5 から内側に 52.5 とこの芯から 52.5 いったところの芯線を引きます。はい、で、この芯から 15mm 入ったところに25を合わせて、ここですね、25を合わせて、0と50でこっち側はこの 52.5 いったところから 15mm いったところとセンターの交わった点、ここに先ほどと同じようにこのように当てると、でこれは上で OK で、これで上ができました。で次に、90度回してこれですね、アリの頭の隅を上から下まで引きます。で次にアリの首ですね、アリの根元のことを首というんですが、それをまた下まで引きます。で最後に一番下の線を、半分から下、まあ半分よりちょっと上から下で引きます。で上から50、上から50でこれを引きます。はい、でまた今度横の面ですね、で逆サイドの面に行って、これも同じようにこの頭と首と、この胴突きの線を下ろしていきます。で前は上から下まで、首も上から下から上まで、であとこの胴突きのやつは、下から上半分ぐらいまでですね、ですで上から50、上から50引いてあげます。で今度下90度、90度回して下の方に行って、このいちばん下の隅を結んであげます。これ大体いいですね。はい、 OK です。はい、でこの一番下の線っていうのは、あの90度で下ろしてくるときに本当にごくわずかでもこれが整形がというか90度じゃなかったら、ほんとちょっとでも狂っていたらここの線っていうのはちょっとずれてしまうんですね、線1本分とか。なのでそれを最後は調整して引いてあげると、で今回すごい
ほぼぴったりだったのでそのまま弾きました、はい、という感じです。でこれで締め付けの方ができました。このような組み合わせになるということですね、はい、こういうこうか、こういう感じになるよという感じです。はい、では、加工の方していきます。